吉田智勤発見動画チャンネルの吉田勤です。三月の十四日です。え、町田市議会は先週十一日の。 地震のために本会議を留会としましたので今日この後継続の形になりますまだいろんなルールが話し合われてませんので議会委員会を開催をしていろんなことを決定していくはずです非常に重要な3月の今年今年度の23年度の予算案条例案の審議自体はやっていかなくちゃいけないことでまずは本会議場が今使えない状態になってますので急遽この大一委員会室を本会議場に組み替え で準備がされたところですもう議長は今日の時間いち早い時間に到着されて今全部を点検をされているところです今日はいろんなものが同時並行的に進んでいくんだろうと思いますこの時間帯は町田市の行政は災害対策委員会を災害対策本部の会議をやっているはずですそうした報告も議会の方にもあるものだろうと思っております終わります